んでもらっていいですか。いもつけよさこい、よいち祭り、チャンピオン、チャンピオンって書いてある、チャンピオン、そうなんです。この旗の、じゃあ岡ちゃんお願いします。がありまして、はい、そこで優勝するとこの旗をプレゼント、プレゼントをいただけるということで、そうなんです、はい、はい、この旗が優勝を着とって、はい、その優勝した旗紙にプレゼントされるという旗が4年間上がってなかったんですよね。そうなんですよ。それがついに今年の9月25日に入れます復活しまーす。そうなんです、栃木県最大のよさこイベント、下野よさこいち祭り、見に行ったことあるよって方いますか。お、ちらほらいますね。ありがとうございます。そうなんです、実は今年の9月25日に1日限りとか言われているんですけども、その下野よさこいよいち祭りが復活するんですよね。そうなんですよ。で、その下野よさこい夜市祭りの見どころといえば、はい、今まで見に来てくださった方たくさんいらっしゃると思うんですけども、まずよさこい県内のチームがたくさん集まるんですね。そうなんです、はい、もう本当にね、いろんなとこからくださるんですけども、毎年今回は限定30チームということで、県内外からたくさんのチームが大田町に集結をして、コンテストがあるとかないとか。そうなんです、それはまだちょっとお楽しみですね。これからお楽しみになります、はいはい、そして2つ目が美味しいものがたくさん食べれるのがこの下野よさこい夜市祭りです。はい、大田原市の美味しいものが一堂に会してたくさんの出店があります。はい、はい、来てくださったことは、来てくださった方は分かると思うんですけども、本当にたくさん あのお店の方々が出店してくださって、美味しいものもいっぱい出ますので、それが見どころ2となっております。はい、そしてなんといっても見どころ3つ目は、お祭り最後までいると花火が上がります。そうなんです、はい、豪華なね、花火が打ち上がるので、朝から晩までとても楽しめるお祭りとなっております。なかなかないですよね。そうですね、よさこいでカウントダウンをして花火が上がるという、本当にこれはなかなかない珍しいイベントになっておりますんで、はい、もう後ろに控えてますね。そうですね、呼んじゃいますか。呼んじゃっていいですか。はい、呼んじゃいましょう。はい、じゃあPR 隊の皆さん集合。ピッ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 、はい、皆さん写真撮ピッピッで、はい、すぐ SNS に、すぐ SNS に上げてもらいたいですね。はいはい、はい、バランス考えて、はい、バランスよく、はい、で、ほかちゃん、この前に何かありますね。言葉だけでやっぱりみんなわからないかなということで作ってみました。はい、9月25日、栃木県大田原市長川水遊園、はい、そしてツイッター、インスタグラム、下野よさこい夜市祭りで検索、はい、そうなんです、この度はインスタグラムのアカウントが下野さでできまして、それは皆さんぜひフォローしていただきたいんですけども、続いてツイッターのアカウントがですね、最近、開幕開催することを発表させていただいて、そのツイートを今のところ、100リツイートを目指しているので。そうなんです、動画自体はもう3000回、4000回回ってるんですけど、本当に、まあ、今70リツイートぐらいですよね。はい、でここにいる人たちが30人リツイートしてくれればそうですね。そうなんですよ、なので100リツイート目指してるので、まだしてないよって方いたらぜひご協力をよろしくお願いします。そして、はい、下野よさこい夜市祭りのアカウントもそうなんですけども、手作りがとっても自慢のお祭りなので、私たちだけじゃなくて見てくださる方々皆さんの力も借りて、あったかいお祭りにしたいと思っております。今日の演舞写真もたくさん撮っていただいて SNS に上げて
もらえると、より多くの方の目に留まると思いますので、ぜひご協力よろしくお願いします。あとここにいるいろんなチーム見てますもんね。9月25日、ぜひ、ね、開けていてほしいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんもいらっしゃいます。ぜひね、はい、お待ちしております。あ、もうリツイートしてくれてる。ありがとうございます、はい、じゃあチラシを、そうですね、じゃあ配っちゃいますか、それとも踊った後にしますか。旗を振りながら配っちゃいますか。旗を振りながら配っちゃいましょう。旗を振ってる時に配っちゃいます。わかりました。じゃあ旗しだけ真ん中にいて、それ以外みんな一緒に下がりますか、はい、そうですね。じゃあ持ってる皆さん、じゃあ旗を囲みましょうか。じゃあ上りで囲って、上りで旗を囲んでいただいて、チラシ持ってる方はお客さんに配ってあげてください。それでは私が茨城県栃木めぐり歌を振ります。お願いします。はい、そしてそれではもう一曲、もう一曲、じゃあ踊り子は